はい、どうもこんばんは、ラムノットです。アムネシアの実況続きをやっていきましょう。皆さん、1本目の動画、高評価、コメントをたくさんありがとうございました。今回も、やっていきましょう。ちょっとね、もう、1本目の動画撮るので、満足しちゃった感はありますよね。ここから本番なんでしょう？要はね。なるべくもう、もう怖い。これだな、誰かいるっちゅうの。そうだよ。アムネシアといえばランタンだよ。すごい、儀式の台みたいな何かが。というところに何か。ここにも紙が置いてありますね。今のは人の鳴き声ではない。明るいな。これ読んでいってみようか。A letter came from Hank Mitchell. He offers her work. A journey to French Sudan. I pray that she will take it. It is what she needs, what both of us need. To be away from these memories and back into the world. この記憶って何の話なんだろう。これでも昔の日記っていうことですよね。おそらくは。こっち側行けそうだったんで行ってみようかな。あれ？これたまにすぐ消えちゃうのなんだ。よし。お、なんかアイテムがありますね。マッチ。あとはこれも気になる。あ、これはルーカスの。ルーカス・リッター。なるほど。あ、ドイツ人なんだ。あ、だからドイツ語のホーリーバイブルが。なるほど。うん。はは。なるほど。この人とは現地で落ち合ったっていう感じか。そういうことですか。Yeah, we had a drink. He's okay. Just a bit quiet because his English ain't great. Absolutely head over heels for his wife. Cold fish that she is. うん。なるほど。かなり相手もちゃんと拾っていかないと、ストーリーがわからなくなりそうですね。あ。これ何なんだろう。これ足踏みが止まらない。足踏みが止まらない。ん？何これ。あ、止まった止まった。カブトムシが何でいるのかもね、気になりますよね。これ真っ黒クロスケと、エイリアンなのかな ?X。行ってみましょう。これ大丈夫かな？はっ。気をつけて。さて、こっち側に何かマッチとか置いてあったりするんでしょうか？ね。意味深な穴があるだ。あ、なんかあるな。あそこ光ってるな。後々はあそこまで行けってことかな？っていうか、あそこ、吊り橋がね、プチンとちぎれて、そのまま落ちちゃうみたいな。吊り橋ではない。やめろ、リビアは！こんなことだ、うわ！あっぷねえ。セクシーな、あの子。やばい！うわ！ちょっと待ってくれ、ここはどこ？今、何だここ？これ、そうそうそう。ブリー！ブリーじゃなくて。あっ、光が。うわ、なんじゃこれ。うわ、なんちゅうところへ来たんだ。やばい、明かりに近づかないと。これさっき見えてた青い光だろ。待って。コントロールできなくなってる。明るい。あっ。おっと。What the hell is wrong with me？ 何これ？腕にはめてるの。
This isn't where I... How did I get here? ね、明るいところにやってきた。What did I do? あっちから来たのか?ああ、なるほど。そう、最近ネットフリックスでね。痛みがなくなってる。うわ、これ。背骨だな。この奥は行けないんだ。なるほど。そう、最近ネットフリックスで新しく公開され始めたラ・レボリューションっていうね、フランス革命を舞台にした SF 中華ファンタジー的な新しいね、テレビドラマが公開されてます。あれっぽいね。ブルーブラッドっぽいですね。ぜひ見てください。歴史わかんない人でも楽しめると思います。何プルプルしてんの?何プルプルしてんだろう?これをこう何か引き寄せられてる。水銀っぽいよね。グリッチなのか分かんないけど、どうなってるんだ。プルプルする石を持っていきましょう。どっかで使えるかもしれない。でいっ、わ、神秘的。あ、キノコとかありますね。ほら、なんかプルプルしてる。あ、石がプルプルしてるよ。いいじゃないですか。うわー、これハスコラとかな。時計です。時計じゃない。生きてるみたい。なんかこんな方位磁石みたいなのを持って森の中を探索するホラーゲームありましたね。お、ちゃんと方向を指してますね。 C で、あー、入れたり閉じたり、入れたり閉じたりできるわけですね。なるほど。とりあえず向こう側に行けと。向かうべき方向に光が。うわあ。うわ、これは怪しいな。オンドブラー。え。うわあ。なるほど。これでちょっとこう時空を飛べるみたいな。プルプルしてるところはこういう感じなんだ。あ、異世界に来てしまったな。うん、そうだね。俺も嫌だ。うわ、あー、なるほど。別に何回でも行き来はできそうですけど。なんですけども、またこれですね。これは光つけてた方がいいのかな。待って、これ消せるんだ。Hey. 何? How are you doing? Christ's name. How could I leave him? I know it makes sense everything he said, but it's such stupid fucking self-sacrificing bullshit. Listen, I know Salim, and I know you. I know what you're capable of. He'll make it, and you'll get back to him.Even if all hell stands in your way. I'm so fucking scared, Hank. I know. どうしよう、ハンクと仲良くなっちゃう。サリームが不安定な時にハンクと仲良くなってしまう。おー、なるほど。誰か住んでるんだ。アリスって言うんだ。いいですね。アリスってあんな綴りもあるんだ。あ、フォロワーっていう実績が解除されましたね。皆さんもしよかったらツイッターもフォローしてみてくださいね。グルートの周りにダイヤ的なものがいっぱい。飛空石。あ、明るいところに出てきた。トーチ。Someone's been here. Hello? トーチが。Anyone? あ、あれのこと?本当だね。
誰か俺より先につけていったってことだす。ことだす。これなんだろう？ベッドの柱みたいな。誰かいる？あ、こんなところにもあるし、ここ空きそうだし。なんかお供え物をしろってことかな？あ、これを持って投げれますよと、そういうのはね、分かってますよ。こっち側も見に行ってみようかな。割と、あれですね、範囲が。I was able to meet them in the park this afternoon after talking to the factory manager at dinner. A proud moment. Alice has learned to count to three with her blocks. アリスが数を数え始めたと。いいですね。She did. She did. She showed me. There. In the park. いや、子供がね、数字数え始めたり、なんか説明してくれるようになると。感動するもんなんですよ。行ってみようかな。これどっからでもいいのかな。なんだろうこれ。特にこっから先は何もない。本当にこれ取れたりしない。枯れた花。なるほど。こっち側行ってみようかな。まだ何が何だか全然わかんないな。うわ、ここ通れそう。なんかしたらここが通れるようになるのかな。茨っぽいもんね。この腕時計みたいなのって一体いつから持ってるんだろう。とりあえず上に上がっていきましょうか。あはん。なるほど。これは階段みたいになる。シッ！おっと、ウェイトブリッペ！下が開くパターンあるわけですか。閉じちゃったし。しかも反応しないな、ここ。いや、ランタンが欲しい。あ、この、この花光ってますね。これちぎって持ってたら、ね、ええんとちゃいますか？これはでも現実世界じゃないな。こんな花見たことないもんね。ここは行き止まり。光が差してるな。いけそう。あ、これモノリスあるんじゃない？うわぁ。うわぁ。いやもうラブクラフトっぽいな、今回は。かなりね、物語重視だし。すごくいい。あれは人型っぽいもんね。なんかこう弾を持ってる、あれが腕で顔でみたいな。この先行けちゃうけど、行っちゃっていいのか分かんないな。ちょっとね、こっち側の奥を見てみたい。あれ、俺どっから入ってきたんだろう。あれ、もう出口がない。そうなると仕方ないな。前に進むしか。いや、これは絶対オールドゴッズが。あれ絶対人だって。俺がちっちゃくなっちゃったのかな。あれ、お、うん、うん、いやーつってね、うん、ってつって。ゴルゴン？なんか、髪の毛があれだ、あれだよね。蛇っぽい。ここ通っていくのかな？動かないな。これを。
危ない危ない。巻き込まれるところだった。あ、あれグルートじゃない？ね、あれグルートっぽい。あんなにでかくなってしまったんだ。だから植物なんだ。グルートなんだ。ちょっと待ってね。あ、ほんとだ。あっちいいけど。でもこんなところに。うん。誰のだろう。ウェイヤーズノート。ちょっと待って、ページ2があるそうなんですけど。なるほど。なるほど、ポータル的なものがあるんですか。うわー、これはかっこいい。あっちですもんね、ここかな？だと思ったよ。よし。今回でもあれですよね、子供もいるし、またなんかよくわからない生き物との子供の話になっていくのかな。お、なんかシュライン的なものがある。いや、絶対モチーフはブルートだ。あ、人が死んでる。ウィークポイント、あ、ウィークポイントって書いてあった。アミュレットはなし。どういうこと。あ、マップだ。さっき書いてあったもんね、マップがどうのって。うん。あ、結局帰れなかったんだ。なるほど。なるほど。これでもトラベラーズアミュレットって今俺が持ってるやつじゃないかな。しかもいろんな人が出てくる。なるほど。うん。プロフェッサー・サーストン、ケンブリッジ。これは最近来た人なのかな。まだわかんないですよね。いいおひげをしてますね。そう、だってアミュレット持ってるからね。燃やしてあるな。地図だ。アマンテセン、4 days south of サラー。サラーの南に4日間。オアシス。この人たちも飛行機で移動中だったのかな。お花ですね。マッチ。あ、紐とかこれ持っていけそうなるな。ウィークポイント but no amulet。 うん、あとはこれか。人間が住んでたのかな。グルートたちじゃない。また何かいるみたいな話してるな。この上、お、登っていきますね。ここが限界かな。でもほいほい、出れませんね。なるほど。あ、うわー、こんなのね。
ここに入ったらもうあれが目に入ってしまうっていう、よくできてるわ。こんなところにも何か、一体どういう意味があるんだろう。あのタワーに向かっていこうかな。ここにも何かしらのサインが。あそこだな。明かりが欲しい。待って、これ、地下行っちゃうぞ。地下も霧もやもや。青い炎。あ、なるほど。リーンできるんだ。こっちだな。あそこだ。でも真っ白で何が何だかわからん。本当だよ。あ、なんかあるな。とりあえずはこの花を辿っていく感じかな。かなり近そうです。どうやって行くんだろう。近いぞ。近いんだけど、こっちには遠くに何もない。いや、これは迷子になるよ。方向的には多分こっちだと思うんですよね。ね、 あそこかな。ここっぽいな。ここだ。いや、よかった。これちゃんとしたルートっぽいな。こんなところに燃やせそうなトゥイックが。え？また戻ってきちゃったよ。わ、待って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 。さあ、ちゅうわけでですね、今回の動画はここまでにしておこうかなと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。よくわからない砂漠で、うん、次回大変そうですね。迷子になってるところですけども、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またコメントも残してってください。では次回の動画で